はい、プレーボールどうも野球人です。ヤクルトスワローズソフトバンク占領会のマスター州獲得調査、占領会から3人取りで最高の動きということでございまして、はい、ヤクルトね、連日調査報道っていうところが出ておりますが、今日ですね、新たにソフトバンクを占領外になっていたマスター選手をね、調査しているっていうところが分かりました。ソフトバンクはすでに早山選手、西川春樹選手、実績ある選手っていうところを調査しておりますが、ここに来てね、期待のね、若手野手も調査しているっていうところでございますので、まあこう動き的にはね、かなりいいんじゃないかなというか、まあやっぱ今年の戦力外レベル高いですし、その中でピンポイントで良さそうな選手っていうのをね、取っている印象でございますので、まあもし実現すればかなりのね、戦力アップが見込める可能性があるんじゃないかなっていうところでございますが、ではですね、記事の方から見ていきましょう。はい、ヤクルトがソフトバンク占領会のマスターを獲得調査。ヤクルトが今季限りでソフトバンクを占領会となったマスター州内野手の獲得調査を進めていることが8日分かった。パンチ力のある打撃が魅力で大きな可能性を秘める。右打者が加入すれば戦力の底上げにつながる。マスターは横浜高校から2018年ドラフト3位でソフトバンクに入団し、2年目の19年にプロ初出場、22年7月17日のロッテ戦にプロ初の先発出場をすると初安打を本塁打でマークした。今季は自己最多の35試合に出場。10月28日に戦力外通告を受けた際にはびっくりした練習を続けながらオファーを待ちたいと現役続行を希望していた。ヤクルトは今季リーグ5位と低迷。山田や塩見ら主力選手に故障者が出た際、ポジションを脅かす若手選手がなかなか出てこなかった。若手足は長岡筆頭に竹岡や北村、小森、西村ら活躍が期待される選手が多い。マスターが加われば競争も激化し、相乗効果も生まれるということになっております。はい、ということで、まあヤクルトがマスター選手を獲得調査ということになっております。まあ本当ね、能力の高い選手でございましたし、まあ今年もウエスタンでそれなりに成績残しておりました。フェニックスでもね、しっかりと起用されておりましたし、戦力外になった時は小久保新監督もね、かなりね、驚いていたようでございましたんで、まあこう新監督が来季の構想に入れていたぐらいのね、期待株の選手っていうところでございました。まあなんでね、どっかしら取りに行くんじゃないかっていうところであったんですが、まあ、今回ヤクルトの話が上がってきたということになっております。で、改めてこのマスター選手どういうね、選手か成績かというところしっかりと見ていきましょう。はい、マスター州選手、プロ6年目、出身地は長崎県。1999年5月21日生まれ、24歳、176センチ、85キロ。ポジションは外野、セカンド、ファースト、サード、守る、右投げ右打ちの選手でございます。2017年ドラフト3位指名で、今シーズンの年俸は860万円ということになっております。マスター選手は高卒1年目は3軍中心の主将も、2年目に2軍で好成績を記録し、1軍デビューも果たしましたが、その年のオフに右手の手術を受けると、その影響もあって1軍主将はなく、2軍戦も8試合のみの主将にとどまります。4年目も2軍で不調となり、結果が残せませんでしたが、5年目の昨季は2軍で復調すると3年ぶりに1軍主将をつかみ、初本塁打も記録。しかし今シーズンは1軍で打率1割8分2厘と結果を残せずに、第2次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないことが発表されていたというところになっております。はい、このマスター選手、早くからね、2軍で活躍していた選手で、将来を期待されておりましたが、ちょっとね、こう怪我とかもあって、なかなかこう1軍でね、出ていく機会というのが少なくなっていたんですよね。通算で見ていってもですね、52試合で2割2厘、109打数の22安打2ホーマー、OPS 0.594 と、まあプロ6年間で、まああまり1軍で打席っていうのがもらえていなかったというところになっております。で、まあ今シーズンは35試合で1割8分2厘、66打数の12安打1ホーマー、OPS 0.528 と、はい、まあ今シーズンは一応ね、キャリアハイの打席数を与えられていたんですが、まあただね、活躍できず、ブレイクとはならなかったんですが、それでも2軍ではね、61試合で2割5分、184打数の46安打1ホーマー、14打点、BBK が 1.10、出塁率が3割7分4厘、OPS 0.760という成績残しておりまして、まあ、打点のウエスタンで打率は2割5分、ホームランは1本とね、パワーレスっていうところはあるんですけど、抜群のコンタクト率と選球眼で BBK は 1.0 を超えておりますし、OPS も上々、外野守備っていうところも今シーズンは結構ね、頑張っていたっていうところもありますので、ウエスタンリーグの野手王でいうとね、1位ということになっておりました。まあ、イースタン、アワスター全体でもですね、2位というところになりますので、2軍ではね、抜けた成績を残していた選手かなっていうところでございます。まあ、それだけにね、どうかしら取るだろうっていうふうにも言われておりましたが、今回ヤクルトが獲得調査ということになっております。ではね、そんなヤクルトの野手事情っていうところ、しっかりとチェックしていきましょう。はい、ではヤクルトの野手っていうところで、まあ、以前もね、見たんですが、まあ、外野手の成績っていうところ、一旦チェックしておきましょう。まあ、唯一ね、規定打席に立っているのがサンタナで、18ホーマー、打率3割、OPS 0.844 と、まあ、素晴らしい成績を残しているのが彼と、まあ、ただそれ以降は300打席を切っておりまして、まあ、塩見選手がね、
怪我さえなければ活躍っていうのは大丈夫なんですが、特にレフトを中心になかなかね、こう最年長の青木選手を脅かす選手っていうのが出てきていないっていうのが現状。まあ外野はね、20代半ばの層がねやや薄い状態になっているのかなというか、まあ期待したい選手っていうのは多いんですけど、まあもう一皮ね向けてほしいなっていう選手が多いのかなっていう印象でございます。で、続いてヤクルトのね試合下の人数っていうところを見ていくと、ピッチャーが32、キャッチャーが6、内野が15、外野が8で、現在61ということになっております。で、調査中の選手が3選手いますので、彼らを含めるとね64枠というところになります。まあ増田選手は育成か試合下かっていうのは分かんないですが、まあ試合下でとっても全然余裕はあるよっていうところが分かります。まあさらにね野手全体のデプスをチェックしていくと、まあこのような感じになっております。まあ内野で言うとね、村上選手は長岡選手、主力が若手っていうところにはなるんですが、ただやはり右バッターっていうところですよね。ここはですね結構ガラ空きだよねっていうところはありますし、まあ助っ人にねオスナ・サンタナっていう右の大砲2人がいるんですけど、まあでもやっぱ日本人のね右打者っていうところが少ないのが課題でございました。まあドラフトでもね鈴木選手、伊藤選手は取ったんですが、やっぱ外野が取れていなかったっていうところもあったんで、そういうところを考えるとですね、やっぱ西川遥輝選手、そしてまあ今回の増田選手、こう年齢層が違う左右の外野を2人ねしっかりと調査しているっていうところはですね、非常にこういい動きなんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ実現すればかなり適切な補強になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ増田選手は内野手登録ではあるんですが、まあほとんど外野を守っているっていうところもありますし、ライトをしっかり守れるっていうのはでかいですよね。で、それプラスアルファセカンドはねちょっとまあ厳しいなっていうところはあるんですけど、ファーストぐらいならねできる可能性もあるんで、まあそういうオプションも持っているっていうのは大きいかなっていうふうに思いますので、こう沢井選手もね怪我をしてしまって苦しい外野事情っていうところではあったんですが、まあドラフトでいい外野手が今年は少なかったっていうところもあったんで、まあ戦力外から取ってこれそうなのはね大きいのかなっていうふうには感じますが、でまあ今回の増田選手で3選手調査っていうところではあるんですが、まだ試合下の枠も空いておりますので、もしかしたらねまだ補強の話っていうのもあるかもしれませんし、 FA でね山崎選手動いているっていうところもあるんで、その辺含め引き続きですね補強情報に要注目かなというところではないでしょうか。はい、というわけで今日は以上です。最後ねネットでのを見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね見ていきましょう。村上が増田の獲得調査をリポストしているのをなんでやろうと思ったら、九州選抜で一緒になったことあるのかということで、はい、そうですね、まあ増田選手こう獲得のね調査っていうところが出ているんですけど、それにね村上選手が反応していることでも話題となっておりました。というのもですね、村上選手と増田選手実はまあ同い年なんですよね。まあ共にね高卒で入ってきたっていうところもありますし、出身もですね増田選手は長崎出身で、村上選手は熊本出身というところもありまして、共にこう九州出身という共通点もあると。まあしかも中学時代、中学の九州選抜で一緒になったことがあるっていうところでございますので、まあこう割とね昔から知っている仲だったのかなっていうふうに思います。やっぱね同級生っていうところ気になる存在かなっていうところではありますし、一緒にプレーしたこともあるっていうところなんで、こう嬉しい思いっていうのもあるのかなっていうふうに思います。まあ一方増田選手もね知っている人がいればやりやすいっていうのもあるのかなっていうふうに思いますし、元ソフトバンク勢で言ってもね一つね上の長谷川選手や二つ上のね小沢選手ら、まあ増田選手と同じように戦力外からヤクルトが拾ってね年齢が近い選手っていうところもおりますし、まあさらにね同じように獲得調査している香山選手なんかもですね、まあ当然ねチームメイトでございましたから、まあ野手とピッチャーなんでどのくらいの交流があるかは分かんないですけど、まあでもこうやりやすい環境にはねなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあやっぱ持ってるねポテンシャルっていうのは間違いないかなっていうふうに思いますので、こう新天地で花開いてくれればなというところではあるんですが、でこちら見ていきましょう。ホークスファンとしてマスオはおすすめ、高青年の元気印、伸びしろがある、神宮を熱く盛り上げてくれることは間違いなし、ヤクルトさんに獲得していただけると戦力外に傷ついたホークスファンも救われるということで、はい。でまあこのね増田選手非常にこうホークスファンからも人気があったというか、今年からね巨人に移籍して引退された松田選手、こう熱男としてねチームを盛り上げて親しまれていましたが、まあその松田選手が移籍してしまったっていうところもあって、この増田選手がね元気印として頑張ってくれていたっていうところはありました。こう非常に明るいムードメーカー的なねところもありますし、こう低迷しているヤクルトにとってはまあこうカンフル剤になってくれるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、それだけにやっぱねホークスファンからすれば予想外の戦力外ではありましたので、なんでっていう声もね非常にたくさん聞かれておりましたし、まあどこかね拾って、まあ、現役続けてくれないかなっていう声もですね非常に多く聞こえていたのかなっていうふうに思います。まあそんな中ね、まあ、ホークスではね活躍できなかったんですが、
他球団で現役続けて行くことがねちょっとでも恩返しになってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ、とりあえずねこう調査報道が出てね安心している方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。まあまあ報道が出たってことはねほぼほぼ獲得はするのかなっていうふうに思いますし、まあ、もしかしたら他球団と争ってみたいなことにもなるかもしれないんですけど、まあでもどちらにせよね現役はこう続けられそうな感じはいたしますので、ギャフンとね言わせるような活躍っていうところ期待したいなっていうふうには感じますが、はい、ということで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲーム、セット。ありがとうございました。